廃挙となった園内展開園とは、かつて北海道登別市に存在した中国風のテーマパークである。登別にはのぼり別、熊牧場が昔からあった他に、1990年にはのぼり別マリンパークニクスが開業していた。さらに1992年に開業したのぼり別。 伊達て時代村と天下園を加えて、上り別4大テーマパークにすべく1992年4月に、当園は開業した。約4万平方メートルの敷地に、新町の宮廷庭園を再現し、高さ約40メートルの五重の塔、中華料理などを売り物に、初年度は27万人の入場者数を記録した。しかし、 他の3施設は、り別3大テーマパークと呼ばれるまでに育っていったのに対して、天下園は、アトラクションやイベントに欠けたことから、リピーターが育たなかった。結果、天下園は、オープンした、翌年の1993年度以降の、来場者数は減少傾向が続き、開園から3年後の1995年には、入場者数が初年度と比べて半減するに至った。 このため経営は悪化した。1998年度からは、週1回の定休日と当期休園期間を設けるも、当園の経営状態の改善はなく、オープンから7年後の1999年10月31日をもって閉鎖された。閉鎖後長年にわたり放置されていたが、2017年1月頃から解体が開始され、2019年11月から、 北海道登別式田登別 MS 発電所として運用を開始した。天下園は中国風の建物があった上、広さも十分だったこともあり、1994年に放送されたテレビドラマの最有機では撮影に利用された。しかし、それでも天下園の来場者数は減少傾向が続いた。ありがとうございます。